Hi, this is Rieh i r a m a t s u an English-Japanese conference interpreter and foreign accent reduction consultant living in England. イギリス在住会議通訳者、発音改善コンサルタントの平松 r 恵です。Phonix シリーズをご覧いただきありがとうございます。Phonix って何という方は、プレイリストの中にあります A のところに戻っていただき、その冒頭で説明していますので、そちらをご覧になってください。 S begin. <S フォニックスの「R」「R」という文字と 音です私は今「r」とかなり北米アクセントに寄った音で出しましたイギリスの人は「r」と言うかなと思いますちょっとそれだと分かりづらいですよねなので「r」と言いましたイングランドの人は一部の地域の人を除いて「r」がそんなに強く発音されませんので発音しませんので えー、文頭に来た場合あと他にも R が意識的に発音されるパターンがありますけれども基本的には語の最後に来た場合、えー、こちらのですね3番目の Ruler の最後の R それから4番目下から2番目ですねその Rooster の R 最後の R は伸ばすだけで「R」とは あまり発音されないいことが多いです人にもよりますし実はイングランドの中でもこの R がすごく強い地域もあります北アイルランドアイルランドなども R が強いですでは上から見ていきましょう口の形よく見てください2段階で説明しますまず W の時と同じ音 音ではない形を作ってほしいんですがここ後輪筋をたっぷり使ってですねギュッと押さえてく前に出しますう,うこういう形ですねこの形を作ってから下下は天井につきませんぐーっとこう巻き上げるんですがこうこ L とは違うので L はこの 前前歯、歯上の前歯のあたりにとと押しし付けると言いましたここが支点になりますがそうではなくて R の場合はここのここ方向外と言いますがここにつかないんですね。ですけれどもギュッとこう後ろ,の後ろの方に向かってく,くるっと巻きます。ああああ分かりますかああこういうふうにはするんですね。 ただ天井にベタっとつけないようにしてください。あー、あー、あーという音です。この二つ、最初の口の形と今の下の動き、この二つ一緒にやることによってこの音が出ます。ウッっていう音です。犬がうなるときのウッっていうのと似てるかもしれません。では一番上からいきたいと思います。ちょっと強調してやります。 リン、レイク、ルーラー言いにくいですね、これ。うーという音なので。ruler, rooster, rainbow いいでしょうか。ring, rake, ruler これ、ルーの後に L が来ているので、 逆さまにならないように、ルールとならないように気をつけましょう。ルと言った後は、ルー、ルー、ルラです。これがスムーズに言えるようになると、R と L の区別、R と L の発音の仕分けが上手になったという証拠とも言えますね。こう、ルの後に、 うルーラーとならないようにルーラールーラーこうシームレスにいけるように練習してみましょうでは音声をオンにして一緒に練習してみましょうフラッシュカードを使ったエクササイズです お疲れ様でしたポニックスは発音改善の基礎,です基礎固めは何事においても大切ですよね。 ポニックスマスターワークショップということで3回に分けて行います大人のやり直し英語はもちろん中高生大学生が新しい語彙を覚えるときにも初めから正しい発音でインプットするようにしましょう詳細はウェブサイトに載っています URL は概要欄にありますチャンネル登録と高評価もお願いします